はい、どうも、レトロゲームに関する書籍を読むのが大好き、阿部ちです。えっ、ー、と、今日はですね、えー、購入しようかどうか迷っているレトロゲーム関連の本がありまして、それが何かというと、All About Namco2、Namco ゲームの全てという、えー、雑誌と書いてますけども、これ本ですね、えー、になります。で、まあ、これが何かというと、ちょっと説明を読んだ方が早いと思うんですけども、 オールアバウトナムコ2は1985年10月に月刊マイコンベーシックマガジン別冊として発行され、オールアバウトナムコの続編で1987年5月に同紙別冊として発行されました。両紙もに大ヒットし、ナムコ1、ナムコ2の愛称で呼ばれ、数十万人の皆さんに愛読していただきました。1987年5月1日発行の初版をコードスキャンニングでデータ化。文字は OCR で読み取り、 鮮明に再現と、えー、ということでですね、えーまあ、かつて、えー、あった「月刊マイコンベーシックマガジン」ですね、えー、とこちらの別冊の本ということで、まあ、あの1985年から今の令和になってそちらが「えーまあ、行動スキャン」。 スキャンニンニグとということで、えーまあ、復刻とととといいううここになったということですねでですねこちらまあナムコ2なので、えー、ナムコ1があるわけなんですけどもそれはもうすでにもう復刻版がもう発売されてましてでそちらの方はですねちょっと僕見送ったんですよね。 見送った理由というのはちょっと次のところにあるんですけどもこの掲載内容の方が前半はアーケード9作品を紹介バラデュークモトススカイキッドデラックスホッピングマッピートイポップイスターの復活サンダーセプター2源平島まマデンローリングサンダーということですね。で え、後半はファミコンゲーム10作品を紹介。パックランド、スターラスター、ディグダグ2、バベルの塔、スカイキッド、ワルキューレの冒険、時の鍵伝説、スーパーゼビウス、ガンプの謎、マッピーランド、メトロクロス、ドラゴンバスターということですね。でですね、この辺のゲームが出た時っていうのが僕が、 小学校中学校校中の辺りですね、まあ、この時期が、えー、多感な時期というか、えー、いろんなこのアーケードゲームの洗礼を受けて、えー、すごくいろんなね衝撃を受けたりとかあのゲームに対する憧れを一番強く持った時期なので、えー、一番思い入れが強いんですよ。なのでこのナムコ2っていうのはすごく惹かれるものがあります。ただまあナムコ1の方は、えー、それ以前のナムコの創世記の内容になるので。 まあ僕年齢的に言うと小学校低学年からもうちょっと前下手したら保育所行ってた頃とかですかねえぐらいになってくるのでまあその時期の内容となるとちょっと思い入れがあの少ない部分っていうのがあるんですけどもただまあ今回このナムコ2を購入したとしたらやっぱり鈴木門としてナムコはもうあの持っておきたいなっていう気持ちにはなる気がしています。 でこちらですね本の長さ502ページということなんで、まあ、かなりのねボリュームですね一つのゲームに対して裂かれてるページっていうのは結構多いだろうなという感じですね結構攻略法みたいなものも掲載されてるというふうには聞きましたのでかなり濃い内容になってるのかなと思いますでまあオリジナルの方にはなんか楽譜とかねそういうのがなんか掲載されてたみたいなんですけども、まあ、それが今回はねちょっとどうやらまあ 省略されてるとか、省かれてるみたいですね。いろいろ多分大人の事情なんでしょうと思いますけども。まあ、僕ですね、えっ、ー、と、月間マイコンベーシックマガジンは、えー、愛読してた時期がありまして、よくあの、プログラムとかね、えー、最後の方に載ってたので、えー、あれを当時持っていた PC8801 というパソコンですね、バーッと打ち込んで、で、最後、ランってしたらですね、まあ、お決まりのようにシンタックスエラーになって、えー、全然ゲームが動かないっていうね、い <laughs> う経験をこう、ずっとしてきたんですけど、 まあその中で、えー、時々ですね、ゲームの楽譜がこのベーシックマガジンに載っていることがありまして、えっ、ー、と、ゲンペイトーマデンのね、なんか楽譜もあったんですよ。でそれを8八でこう打ち込んで鳴らしていると、こう、ダン、ドゥン,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 ンっていうベース音の上に重なる音として、こう、ドゥン、ドゥン、ドゥン、チュク、チュン、チュン、チュン、タタ、チュン、ドゥク、チュク、チュク、みたいな、こういう細かい音がこう重なって、ベース音、バッキングでメロディーがっていう形のね、 えー、なんかそういうのをねなんかこう打ち込みながらあのあこういう風な曲の構成になってるんだって思いながら作った記憶があったのでなんか久々にね楽譜とか載ってたらそういう打ち込みを久々にやるのも面白いのかなと思ったんですけどその点はちょっと残念だなと思います。 で出版社はね、電波新聞社ということで、元々のね、ベーシックマガジン出してた会社なんですけども、まあ、電波新聞社がね、今も存在していたんだと、ちょっと失礼なんですけども、いや、電波新聞社ってもうなくなったのかなと勝手に思い込んでたんで、今も存在してるんですね。で、まあ、あの、当時の電波新聞社っていうと、X68000。 っていう、ね、あのパソコンシャープのパソコンの移植、えー、ものっていうイメージがすごく強くてすごいあのかなりの、えー、と高品質な移植、えー、タイトルっていうのがたくさんあって、えー、メガドライブででも、えー、アフターバーナーバナは電波新聞社ですよ、ね、でまあ,あのだいぶそのスペック的に削られた部分はあるんですけどもゲーム性に関してはかなりあのかっちり移植、えー、されていてかなりあの僕もやり込んだ記憶があるんですけども。 まあ、あとはパワードリフトっていうのもね、メガ CD で予定されていて、ずっと見て見て見てなんて最終的に出なかったっていうこともありますけど、まあ、それぐらい今今で言うと移植は M2 さんのイメージですけど、当時は電波新聞社っていうイメージを僕は持ってたんですけど、まあ、そこの会社が出版をするということですねで。発売日がね、4月20日ということで、もう、もうすぐですね、この発表自体も僕聞いたの結構最近なので、 で、まあ僕はですね、こちらの書籍、まあ購入しようかどうかっていうのをちょっと今正直悩んでいます。これ当時は、えー、定価が2500円だったみたいなんですよね。で、まあ、あの、小学生だった僕からすると2500円っていう価格はちょっとね、なかなかうっとくる価格で、えー、まあそう,そう出せる金額ではなかったんですよね。 で、えー、令和になって、えー、この復刻版、大人になった、いい大人になった僕が49、4950、え、円、ー、値段が、まあ、倍ぐらいになってますけども、えー、この、この値段を見ても、やっぱり、ウッと <laughs>、なるわけなんですよね。まあ、ウッとはなるんですけども、えー、お昼ご飯を、10食ぐらいとか、えー、抜いたら、お金出るかなとか、<laughs> そんな算段は、まあ、小学生の頃に比べたら、まあ、立てれないことはないかなというところで、非常に悩んでいるわけなんですけども、 えー、皆さんいかがでしょうかもうすでにね予約された方も多分おられると思うんですけども皆さんこちら購入されますでしょうか、えー、僕はもうちょっと、えー、悩んでみようかなと思っております。はい。えー、ということで、えー、電波新聞社から出る、えー、オールアバウトナムコ2の復刻版のお話をさせていただきました。また次の動画でお会いしましょう。阿部知し者。バイバーイ。